体育会系だった。舞台に立つときは笑顔で立つこと。みんなに見てもらいたい。いっぱい回転じゃん。ぶっちゃけの。どうしたら笑顔ができるかわかんない。民謡好きになろうとたくさん聴いてたくさん歌ってる。だけど歌うとき笑顔になれない。私舞台中は自分の顔なんて考えてないんだ。見てくれる人たちの未来の笑顔を想像しながら舞台に立ってる。私今まで他の誰かと頑張ったこと一度もなかった。自分だけじゃできっこないのに悔しくて泣きたくて、でもそれを隠してどうしていいかわからない時、かっこ悪い私をみんなが支えてくれた。それがすごく嬉しかったから頑張って稽古して民謡好きになった。民謡部のみんなも大好き。だからみんなと頑張った姿を大勢の人に見てもらいたい。未来の Oh